先月6日、トルコ南部で発生した大地震による被害を受けて、国際救急救助隊の一員として鹿児島からトルコに派遣されていた鹿児島市の看護師2人が、今日現地での活動について報告しました。活動報告を行ったのは、鹿児島市の米森病院の救急病棟の看護師長、山内千恵さんと、救急外来の副看護師長、中澤博子さんです。2人は、トルコとシリアで合わせて5万人以上の死者を出したトルコ南部の大地震に対する日本の国際救急援助隊の医療チームの一員としてトルコに派遣されました。2人は、トルコ南部の震源地、カフラマンマラ市からおよそ100キロ南東のガジアンテップ州という都市に開設された臨時の診療所で、レントゲン撮影やリハビリなどの医療支援活動をおよそ10日間にわたって行ったということです。現地では、被災者でもあるトルコ人からの感謝を励みに活動してきた2人ですが、苦労することも多かったといいます。とにかく寒さ対策です。っていった機材のほとんどがもうその寒さで動かないっていうような状況です。被災者である側のトルコの医療従事者の方にも助けてもらいながら活動できたところはとても苦労しながらもお互い協力し合ってっていう面がありました。はい、今日は帰国した2人を出迎えるセレモニーも行われ、2人は久しぶりの仲間との再会に笑顔を見せていました。震災があった出来事っていうのをとにかく忘れないでいただけるっていうことが、トルコの方々を支援することになるかなと思います。忘れないってことと、あとやっぱ復興してトルコが元気になってきたら、ぜひ皆さん遊びに行って、トルコ人のすごく気さくな感じと楽しんでいただけたらなと思います。はい、現地では支援を必要としている人まだまだ多くいると思うんですけれども、はい、お二人の言葉にあったように忘れないことが支援につながるという言葉、非常に心に響きましたね。はい。